はい、始まりました。ザ・ノイジーズ。よろしくお願いします。どうも。いつもご視聴ありがとうございます。えい、はい、えい。今回は公開40周年、ストリートファイヤー、語っていきたいと思います。そう、83年公開?84年公開?84年制作ですね。要は。日本ちょっともしかしたら1年ずれてるかもしれないけど。面白かった。なんか普通に感動するか、感動じゃないな、面白かったですよね、うん、最高。マイケル・パレむちゃくちゃかっこいいよね。本当超イケメンですよね、本当ね。まあ、ウォルター・ヒルってね、名監督ね、まあ、最近 4K リマスターでザ・ドライバーとかなんかああいうのもちょっと公開されたりとかしてますけど、うん、まあ、私たちの世代で、まあ、ちょっと、まあ、ペキンパーとは言わないけど、やっぱ向こうの方で骨太のアクション映画っつったらウォルターヒールみたいな感じがありましたけど、うん、まあ、昔も本当大好きだって、ずいぶん見てなかったんですけど、いや、こんなに完成度高いかと思わなかった、ね。うん、まあ、まあ、なんていうんですか、MTV 映画の走りじゃないですか、これって。うん、フラッシュダンスとか、この後ね、あの、愛と青春の旅立ちとか、あとなんだ、だからトップガンもそうですけど、だからその前、ちょっと前の、本当走り出しの頃の MTV 映画って言われる前の映画だと思うんですよ、これ多分ですけど。やっぱね、派生でいろいろこれ見てるから、ね、だってまず、これだとまあね、これね、これ映るかな、バブルガムクライシスとかね、うん、これ当時あんまり気にしてなかったけども、なんていうんですか、あれまんまパクリですね、冒頭シーンとかって、これとかね。第1話だからね。うん。今見たら、多分、デフォーゴの時31かどうかだよ、これ。そう、本当ですよ。全然わかる。本当にね、この中で一番あれだもんね。まあ、ダイアン・レイももちろん今ね、あの、スーパーマンの母親になったりだけど、デフォーがこんなに、この後ずっと幅を利かす俳優になるとか思わなかったよね。マイケル・パレは絶対もっと今でも名優になってると思ったもんね、今回、昔はね。この中で本当一番出世頭でしょ、言ってみたらですけど。すごい。うん、このね、なよってしてる感じがね、最高だよね、本当ね。まあ、言ってみたら、その、あの、なんていうか、日本の暴走族みたいに若い人がやってないじゃないですか、その、うん、あの、アタッカー、あ、じゃボンバーズの、そのバイカー軍団が、おっさんばっかでしょ、うん、その中で、あの、なよって真っ白な、ね、ボスって役ですげえ、その、なんていうんですか、その、神経質で、なんかおっかない役って役で出てるけど、やっぱね、あの、バイク乗りのスタイルと、あの男だけしかいないって、あれ見せられると、クルージングとか、アルパチーノのクルージングとか見てると、ね、いや、この格好って、あれ、その、こっちの人の記号だったから、とにかく、あの、革ジャンであの帽子かぶってると、本当に。だから、デフォーは、だから、その、女をさらって、なんかその、こますみたいな役やってるけど、もう俺前からパケさんにこれ見直して思うんですけどっていう話でね、いや、これはこの男たちに俺はすげえんだっていうのを見せつけるためだけにやってて、もうね、拭いきれないんですよ、やっぱりこれ。まあ今見ると余計そんな感じするよね。クルージングだったらポリスアカデミーでもそういうね、ハード系のそういう人たちが集まるネタとかさ、そうっすよ。当たり前にあったんで。だって日本だったらストップひばり軍で江口先生がやったらそれぶっこんできてたでしょ、漫画の中で。なったからね。本当に。で、しかもさらってから結構時間があるのに、結構あの、すぐ手出さないところもある、ね。そう。俺のものになれって言ってんだけど。で、コブンどもは酒場でストリッパー相手に、ヤッホーとかやってるけど、当のあいつは部屋に押し込んでるだけで、こんなことやるけど、普通だったら、だってそこでもうその場でああなのはずなのに、当時のあの映画のノリでったらですよ。あれ、手出さねえんだっていうところで。そう、意外に、ちょっとなんか、あの、大切にしてるのが、なんか、どっちかとためらってるみたいな感じの、うんうん。でさ、あの、なんか彼らが集まってる酒場のところも、ちょっとあれなんだよね。普通だったらさ、綺麗なポールダンサーが踊ってるはずなのに、そう、うん、あえて、どっちとも取れるような人が踊ってんだよだからね。本当にもうマイケル・パレがこうやって手紙でね、お姉さんの手紙でバッグ抱えてかっこよく来るところ。いやー、本当にさ、渡辺裕之さんの愛の嵐とかあったじゃん。もうあれだよね。まあ、あれは本当にギャグのように振り切っちゃってるけど、男がいる、あ、女がいる、
ガシーみたいなさ、あの一回さダイアンレインでさ、ちょっとなんかお互い好きなのに反目し合ってる時に、やっぱり好きった時にこうやってさ、あの雨の中でいきなり抱き合ってブラチャーってやるとこ、本当俺かっこいいっすって爆笑したもんね。なんかすごいなこの映画って言って。ねえ、もう今じゃ見れない。だから大映ドラマの、あの日本で言うとですよ、日本で言うと大映ドラマとか、あと昼ドラね、あのね、うん、渡辺さん出てたね昼ドラとか、うん、あのやりすぎっていうのにね、だからね。しかもこれは今だとそっか、かっこいいからね、しかもこれ映画。そう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 。全編ね、あの本当すごいなと思ったね、絵作りが。だって最初のパギが言ったね、手紙タイプライターでカチャカチャ、あのタイプライターあんなかっこよかったっけって思って、だからこのさ編集のさ、この速さも俺はね、コマンドの最後のパンチのあれに通じてると思うんだ、この編集は。プシュンプシュンプシュンって、あの最後さ、あのこのモーションを切って連続でパンチするじゃん、なんかああ時代がそういう時代の編集だったんだなって。これ編集すごいよね。いやだから本当なんかミュージッククリップ、全編通してミュージッククリップじゃないですけど、なんかすごい本当テンポいいですよね、これね。ライクーダの曲もビンビンに聴いてるしね、これね。なんか無駄なとこない感じは本当しますよね、なんかね、それはね。もう、なんか男が、まあごめんなさい、これ性差別するわけじゃないけど、男がヒロイン、なんか女を救って、最後はお互い好きなのに去っていくっていう、なんかね、いやかっこいいよ本当に。だってもうセックスシーンだって、雨に濡れてびしょびしょの2人で、おいちょっと待って、ベッドそれでそのまんま行ってまだ濡れてんの、それそれとも汗なのとかって、そういうツッコミは一切一切とにかく言っちゃダメって。ダイアン・レインってこの頃のマイケル・パレやばすぎるよ本当、この2人のツーショットは。綺麗だし、かっこ野生的なところも二人もあるしさ。ね、俺はもう逆にダイアン・レイン、もう子供じゃんとかって思ったら、なんつうんですか、俺はほらもう、その今ね、二十歳前後の姪っ子がいるけど、なんかやっぱね、化粧してるその子を見ると、なんかちょっと恥ずかしくなるんですよね、俺。ああ、まだね、年がちょっと少し足りないみたいな。そう、うん、その感じがものすごく、こんな子供だっけ、ダイアン・レインとかって、まあでも年齢考えたら、だって、多分この年10代でしょね、だってね、20ちょっと行ったぐらいじゃない、せいぜい。だからすげえなーと思って。まあ直接関係ないかもしれないけど、日本では超時空要塞マクロスが始まってるからね、この辺りで。だからなんか時代であったんだよね、これね、歌姫って。まあ、みんな若いっすよね。だマイケル・パレも本当綺麗だし、顔ね。あれね。もう俺も本当にね、もうなんか昔コートこうやってちょっと少し折りたたんで着こなせるの思い出したよ。なんか、ちょっとストリートファイヤー思い出して、なんか、かっこいいな。あれね、本当かっこいい風来坊って、だからトラさん、スタイル的にはトラさんなんですけど、なんかかっこいいっすよ。でかいって感じになってるからね。そう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 。ビル・バクストも若いしね、痩せて、まあいや、なんちょしよ、チャープで。だからターミネーターのちょっと後でしょ、これ。かなぁ。コマンド、ターミネーター。まあ時代的にはそのぐらいだよね。そうね、ほんとね。ビル・バクストンなの小物感はもう、彼はもう最高だね、ほんとね。で多分キャメロン、トゥルーライズでビル・バクストン使った時、このイメージでしょ、違うの。最高だね、本当に。なんかちょっとこうやって、うわーって言うんだけど、やばいつけたら、もうすぐ逃げるみたいな。で、最後は一応ね、みんな連れてきたぞみたいなでしょ。で、やるけどね、水平に入れるとね。そうそう、逃げるわけじゃないんだよね。だけど、なんか、ちょっと逃げる感じがね。そうそう、最後はね、最後はね。で、あとあの、最高だね。あの、自分たちの仲間をさ、あの、ガスかなんかで、ホーンで、ファーンってやるとか、ブルン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 って。いや、しびれたね。その後、あの、ハンマー対決した時にさ、なんか俺が昔、あ、俺よく真似してたって。
あーって叫んでさ、なんか。なんちゃんはあれをずっとテレビでやってたけど、もうストリートオブザファイヤー見てない人が何のことだかさっぱりわかんないですよ、あれね。なんちゃん、いや、断るたんびにあのね、あその、なにキャラクターだからそうやってやってたけど、脈絡ないから、ほんと何のことだかわかんないですよ、わかってる人だけ爆笑するみたいな。そう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 。だってウォルターヒールだってあのハンマーいまだにやってるでしょ、だってあれ斧に変わったりしてますけど、いまだにだってジェイソン・モモアとスタローンだってやってるんですよ、あのあの、ね、斧に変わってましたけど ね、まあ、まあね、だってね、 いよ本当に。バレットだって言ってみればストリートファイヤーでしょ、なんか。そう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 、言ってみたらね。あれだから俺娘に変わってるけど、だってね。いや、ちょっとこれ見るとやっぱりリオブラボーとかあそこでも見たくなるよね。まあ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 。チーム作ってっていうところが。デコボコンビでね、うん。うん。で、ほら、一応これ、今だか昔だかわからない、わからない時代って一応、最初に下りとして入るじゃないですか、うん、だからその昔でもないし今でもないよみたいな、うん、時代は定かじゃない時代のおとぎ偶話ですみたいなの入れるか ら、うん、だからそこもなんか近未来とかって思ってみたら、まあ、そういうふうにね、SFっぽく見えるしね、だからね、うん、それはね。で脇役の人もね、その今ダイアン・レインの横で歌ってる黒人のダンサーの4人組、あの人のさ、まあ、まあボーカルの人はあんまり最近見ないですけど、あの3人に関してはだって1人はフォレスト・ガンプでエビの人ですよ、うんうん、であのコーンエアーでインシュリン打ってる黒人の人とかねあと真ん中のシュッとしてる人はあのエボリューションの科学の先生でしょ。みんな作品が古いけどね今。そうそうそう。でもう一人の人はリーサルウェポンとかハンバーガーヒルとかも脇役でいっぱい出てる人ですよ。だからこれ本当にね、脇役の人見てると、えこの人も出てんのみたいな人いっぱい出てますからね。脇役でね。街を歩いてるあの街の住人たちが本当に撮影とか。うん、やっぱうまい、面白いよね、本当ね。うん。ネオンの輝きとか。うん。あの狭いセットの中でやっぱ人いっぱいいますもんね、あれね、本当ね。そこでもうバン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 切ってくしね。うん。びっくりした。絵が綺麗になって余計、なんだろう、今っぽく感じたね、なんかね。特にそうっすね、そうっすね、そうっすね。やっぱ昔の並びでぼやっとした感じあったじゃん、昔のメディアって。うん、うん、うん。それが本当に端末で見てるけど、やっぱクリアになったおかげで、なんか今って感じだよね、これも。だからあの昔の感じの画像で見ちゃうとオールディーズな感じものすごくするけど、今見るとそこなくなってますよね、本当なんとなく、ね、俺もう本当ね、ハイアンドロー好きな人で見てない人いたら一回見てもって思いますよ、ね、そのうん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 、それはあの特にその何ハイアンドローの、 あのバイクの暴走族のお兄ちゃんたちの下りがあるのが好きな人は、うん、多分なんか好きなんじゃないのかな、このノリっていうんですか、その歌のシーンも含めてね、うん、多分ですね、なんか見れるんじゃないかな、まあ世界観的には本当そんな感じだもんね、うん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 、いやもうあとあれだよね、まあ俺みたいな失恋好きとしてやっぱマッコイってね、あの女の相棒いやこの子もこの子つってもまあ本当にねあれだけど、いや本当に人物配置が本当いいよね、ジェンダーレスっていうんですか、やっぱその男だか男なのか女なのか分かんないポジションじゃないですか、ずっと。だからその彼氏はいたけどろくでもないやつだったよって言いながらも、要はマイケル・パレの相方みたいなことじゃないですか、言ってみたらですけど、うん、バディじゃないですけど、うん、で最後はね、いい車拾ったんだよ、そこに止めてあったんだよつって迎えに来るじゃないですか、一緒に行くみたいな。別にでもあの二人がこの後付き合うとかそういう関係には見えないじゃないですか。だって、うん、まあ適度だね。だから友達みたいなね、と思うで、うん。まあだけど、やっぱちょっと二人が、まあ付き合ってるなと思うと、ちゃんと水をね、こうなんか、少し、まあ、素直になった方がいいよとか、あの、うん、ちょっとなんか不機嫌になるところとか、うん。うん。うん。なんか私がお金のためだけにはあんたに協力したと思ってんのかっていうところで、恋のなんか好きなような、なんかちょっと、まあ、
まあ、戦争映画でね男2人でこうやって戦うと、まあ、ちょっとそういうところも恋愛関係っぽいところもあるんだけど、うん、そういうニュアンスもあったりとかしてね、うん、あのポジション男の人に振りそうだけど女の人にしてるっていうのがあれでしたよね。ちょっとなんかそうそうそう、なんかあの当時として新しかったのかなとは思いますけど、ね、うん、なんかあの関係はいいよね、うん、リック・モラニスもなんかあの笑いの、もともと笑いの人だったっけ。もうだからそっち、いや普通にだから役者さんだけど後々なで、まあでもコメディ俳優さんなんですか、ね、あの扱いとしては、ね、だけどこの映画に関してはそのポジションじゃないじゃないですか、言ってみたら、うん、これの映画でしか見ない役でしょ、ニック・モラニスってこの役って、うん、だからいやだお前に頼むよってマイケル・パレー言うじゃないですか、だって言ってみたら、うん、あいつしこいつのこと心配だから、だけど俺はもう面倒見れないっていうか俺にはできないから、お前だよって、そうそうそう、うん、だけどいつでも来るよって言って、またトラさんみたいなこと言って出てくるけど、かっこいいんだよ、まあ、一緒にいられないけど必要な時はまた呼んでくれって、いやもうこんなの見たら勘違いしたよね、男の生き方がね。でもね俺ね最後の方ね、どん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 ね、あのマイケル・パレがトラさんで、あのダイアン・レインがサクラで、ニック・モラニスが前田銀にしか見えなくなってきちゃうんでね、まあ、それはね、まあご愁傷様だね、俺は普通にもう西部劇のヒーローもんとして見れたから。まあ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 、まあ、ウォルター・ヒルだしね。そうなんだけど、あれこれやっぱちょ、あのカバンが邪魔しましたね途中からね。あのカバンがな、こんなトラさんだったっけ、マイケル・パレとかって。まあいいね、まあトラさんも言ってみればシェーンみたいだっていう人もいるからね。これもそうなんだけどさ、うんうん、もう決してそういう夫婦とかそういう家庭とはモテない男だ。そうですね、そうですね。風来坊だ。それを解決して返さって、ね、うん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 、いやまあなんでね、面白い面白いしか言ってませんけど、面白いですこれは。はいはいはい。編集が、特にね、あの編集がさ、ついぞ見ないじゃん、この編集って今。そうですね。この当時、ちょっと流行ったけど、こういう編集って。うん、だから、うん、今の映画見て、結構、なんか、新鮮でいいと思うよ、ほんと、これは。これ見て、ほら、あと、ダサいっていう人いるでしょ？俺、当時、全然そんなこと思わなかったけど、うん、俺なんかよりちょっと上で、音楽に詳しい人は、だって、歌ってねえし、そもそもロックじゃねえだろって、まあまあまあね、誰とは言いませんよ。これそういう批判をしてる人がいっぱいいたんですよ、やっぱり当時も。結構人気あるのって、日本が結構、向こうより日本のがあるんだよ、ね。向こうのより日本のが人気あるんだから、後々大英ドラマでほら歌使われたりしてたから。ね、だけど、結局それが、洋楽好きの人はそれがダサいって言ってたんですよ、ただ、ね、そうなんだ。まあ、あるかもしれないね。うんうんうん、まあダイアレイも歌ってないしね。そうそう、全部で、しかもこれはしょうがないんだけど、歌ってんのほら本当は黒人の人でしょ、確かこれ歌ってんのって、だってね、だって、ね、だからステージのところがね、ダイちゃんがまたそれ言うかって思うかもしれないけど、最初のねダイアン・レインがステージにバババッと走ってる時がどうも誰かに押されてきた感じが、あの足元がちょっとおぼつかない感じが俺すごい好きなんだけど、最初のステージのところ こうつまずいてこんな出た感じがしますからね。で慌ててこうやってノリノリでやるんだけど、なんかそれも含めて俺好きなんだけどね、なんかいいなこれ。助監督に行けよらとかって怒られて出てって。いやいい、ほんとキメキメのところがちょっと分かりやすすぎてダメなのかもしれないね、詳しい人はね。まあね、まあね、まあね、俺はまあなんだろう、バカバカしい世界観って言われたらそれっきりなんだけど、いやちょっとこの絵の綺麗さ、編集、あと役者のもう、うん、なんかさ、こんな分かりやすいかっこいい人とか綺麗な人なんかもう最近いないじゃないですか、うん、向こうの映画でも。いやで普通に綺麗なイケメンと普通に綺麗な、まあ、金髪じゃないですけど、まあ、美人グラマーの美人を使うっていう映画を本当にやらないから、今、ね、やらないもうね、やらなくなったのがね、うんうん、それでそのギャグにっていう部分ではやるかもしれないけど、普通の映画の中であんまりにもこういう取り揃えをしないから、だからそこが
いやそれって分かりにくくしてません逆にって言ってた。そんなそのバカ映画だとしてもですけど、まあ、ね、うんまあ、これがね居心地悪さを感じる人はもちろん最近の映画見てる人はいるかもしれないけど、うん、まあそういうこと関係なく、うん、なんかちょっといろんなもん見たいなと思ってる人は、うん、あこういう作り方の映画の世界時代もあったんだっていう意味では、うん、すごい統一されてるからね、うん、街の住人自体がみんな、まあ、ちょっと50年代かなんか分かんないけどこの髪をちゃんと整えてる人ばっかりいるから、うんうんうん、あそこら辺の作り込みもね、なんかある意味本当ブレードランナーに近いぐらいの作り込みだから、ね、そうですね、そうですね、うん、あの街の世界観の作り方としてはもう似てますよ。だネオンでね、スモーク焚いて、ね、地面が濡れててって、だってもうあれはもう本当にそこは似てます。だからその昔なのか未来なのか分かんないっていう、あの最初のナレーションもそれ、まあ、ナレーションじゃないキャプションもあれもちゃんと聞いてますから ねそこはで言ってみたら俺たちの松田優作のアホーマンスだって一緒ですよね。アホーマンスね、まあ、石井隆さんのライティングだったりとか、まあ、まあダリオ・アルジェントも言ってみりゃあっちの、まあ、ちょっと、まあ、あっちの方かもしれないけど、まあ、ああいうのもあるしね、うん、まあ、つまんないって言われたらすいませんだけど、まあ、見てない人からちょっとこれはちょっとね、これも本当に久しぶりにちょっと初めて見た時ぐらい楽しんだんだからね。ダイアン・レインのロープを切る時のところの編集、俺昔これで俺一人で見て拍手してたと思って、なんかカシカシカシカーンって、そうですよ、もう逃げてる。いやかっこいい。キムタクじゃない、キムタクじゃないんだ、マイケル・パレなの、バタフライナイフっつって。あそこのナイフを切るところの下りはあそこ最高だね、編集がね。いやー素晴らしい、本当に面白かった。はい、まあ、そんな感じで、ね、すいません、きっとね、ちょっと今日は妙にあのジジイがエキサイトをする気持ち悪いチャンネル番組になっちゃいましたけど、はいはい、面白いと思います、はい、見ていただいたら、はいはい、今日はね1984年制作のストリートファイヤーを2人で語ってみました、はい、まあ、こんな感じでね、はい、日々頑張ってる、チャンネルですのでね、ジジイのルックスが気持ち悪いとかね、そんなことをおっしゃらずに、ぜひねチャンネルの登録と動画の高評価ないとぞよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでまた次回の思い出の映画でお会いしましょう。大ちゃんありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。コメントも待ってます。